はい、どうも、クイズ研修の伊沢です。いくらです。クイズドクトマロボ登録者30万人突破しました。おめでとうございます。ありがとうございます。ということでね、はい、そろそろ3年といったところですけれども、ね、はい、30万人を、ね、突破したということで、皆さんいつもありがとうございます。ありがとうございます。そして今回は普段見慣れない場所にね、はい、何なんですかこれはと、怖いです。こちらですね、イザーレシューチエロ東京スカイツリータウン空町店さんですね。30万人記念なんで、はい、ここなんと地上30階でございます。おー、すごい、はい、30階で、はい、30歳の2人が、あー、なるほどね、30分勉強しようと。あ、確かに、はい、30尽くしでいこうなるほど、そういうことなんですね、はい、地上30階約150メートルらしいですね。150メートルなのになんか隣にでかい建物なんで見上げてるんだ。今回やるのは改めまして登録者30万人記念アルティメット勉強ライブ。アルティメット、はい、アルティメットな状況でございます。ね、アルティメット勉強ライブというのはですね、今回で2回目なんですけれども、はい、日にち上を経験しながら学びやきちんとやるとね、うん、その両立を目指した新しいスタイルの勉強ライブでございます。なかなか高さ 150m のところで勉強する人はいないでしょう。新しすぎるな、ほんと東京が一望できるという、はい、あっちの方にはね、都心があって、奥にはこう東京タワーがあって、で今ね、日本で一番高いビルであるアザルダヒルズの JP タワーがね、うん、あったりとかいう、高さに関してあんま話すのはね、こんなでかいものがここにあるからこれ無視できない。そう、説得力がないんですけど本当にこんな素晴らしい景色の中、そして若干のビビりの中ね、ライブをやっていくと。そう、ここからはね、でもね、普通に勉強ライブもやっていきますから、はい、いつも通りですね。そう、いつも通りまずは目標を立てて、うん、僕たちとですね、30分間ここだけをやるぞと決めてやりきる、うん、勉強や作業といったことでございます。はい、福田さんは今日何をやりますか。今日はね、僕はね、宿題をやりますよ。宿題、はい、何の。僕は、うん、クイズをね、作る宿題が今あるんです。ああ、あります。頑張ってください。そう、僕はちょっとですね、最近やれてなかった時事問題の復習をですね、あ、まあ、しっかりやっていって2週間分ぐらい30分で振り返れればいいかな、なるほど、というふうに思ってます。なので皆さんもぜひ目標をですね、チャットなどで宣言してから始めてください。うん、やってる間ね、チャットなんかは一回精進して、うん、集中してやっていこうということでございます。今のうちにね、チャット欄、コメント欄、もしくはハッシュタグ、クイズなくて学ぼうで宣言してください。はい、流れる景色をね、ちょっと疲れた時に眺めるなんてのもいいかもしれないですね。ぜひ皆さん、気合を入れてやっていきましょう。はい、では、やりましょう。はい、まあ、宣言もしましたし、皆さんも宣言をしてくれたということで、30分計って始めていきたいなと思います。よろしいですか。はい、では、いきましょう。よーい、スタート。
はい、はい、お疲れ様でした。皆さんもお疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、いかがでしたか。終わらずまあむずいよね、凝った一問を作るっていうのはなかなか難しいもんで、そうだね、発想が出てこないと難しいですね、うん、僕はだいぶ2週間やりたかったんですけど、2週間プラス6日だからほぼ3週間ぐらい行けましたね、うん、ということでですね、まあいろんな進捗が皆さんあると思うんですが、振り返りをしていただいて、ツイッターにですね、ハッシュタグクイズノックと学ぼうをつけてツイートするとか、コメント欄で振り返っていただくとかしていただければと思っております。こんな眺めのいいところでやってたんだね。俺最初ちょっと息抜きで見たりしてたんだけど、途中からこうなっちゃって、いや集中してた、マジでだいぶ見てなかった。意外とこういう状況の方が集中できたりもするかもしれない。今回ですね、ご協力いただいたこちらのお店、イザーレシューチエロさんなんですが、イタリア料理を日本向けにアレンジしたジャパニーズイタリアンが楽しめるお店ということになっております。旬の食材や自家製麺を中心に扱った素材の良さを引き出した料理を堪能できるということでですね、ぜひ皆さんも、まあ、勉強するのはちょっと難しいかもしれないんですけど勉強はできないと思います。基本的にはね、はい、素晴らしいお料理をね楽しんでいただいて、はい、素晴らしい景色も楽しんでいただいてというところかなと思います。特別にお借りしてね勉強をさせていただいているというなので、はい、まあ勉強の振り返りをしながらご飯を食べるなんていいんじゃないですか下の方でね、なんか勉強したりもできるでしょうから、そら町を使ってね、ということでございました。ご協力ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございました。本日は、まなぼうチャンネルチャンネル登録者数30万人記念ということで、ありがとうございます、アルティメット勉強ライブをお届けしてきました。はい、今回できたこと、やれたこと、やれなかったこと、ハッシュタグクイズノックと学ぼうをつけて投稿してください。コメント欄での報告ももちろんお待ちしております。ということで、次回の勉強ライブでみんなで頑張っていきましょう。まなぼうチャンネル、これからもよろしくお願いします。さよなら。さよなら。